日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属しているんだ。そしてその内訳は親潮型潜水艦8隻他に2隻が練習潜水艦に監視変更と操縦型潜水艦12隻。そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているな。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているぜ。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を示している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、操縦型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、操縦型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだんだ。しかし、操縦型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたな。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ・イギリス・オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているぜ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったけど、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたよ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているね。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたんだ。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル全幅 7.6 メートル喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人。水上最大速力12ノット水中最大速力20ノット先行深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、シクーケミは2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているな。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、
艦種選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているというぜ。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているみたい。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているね。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能所言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどなんだ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、総流型の11番艦応流と12番艦応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だな。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるぜ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているわけだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているよな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だね。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、
軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。